コメント欄にこんなコメントが来ました。なんちゃって翻訳機能を使いますと、私はアジアのマレーシア人です。あなたは英語字幕に対応できますか。はい、というわけでですね、マレーシアの方から英語字幕をつけてほしいというですね、本以外の英語圏の方に動画を楽しんでいただけるということですね。これはもうメリットしかないです。カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、デスク周りの紹介をという動画ではなくですね、英語字幕をつける動画です。きっかけはですね、コメント欄にこんなコメントが来ました。なんちゃって翻訳機能を使いますと、私はアジアのマレーシア人です。あなたは英語字幕に対応できますか。はい、というわけでですね、マレーシアの方から英語字幕をつけてほしいというですね、ありがとうございます。実はですね、過去にテイトの動画でですね、パキスタンの方から、ちなみにその方はですね、なんと日本語でコメントしてくれたんですよね。いや、すごいと思いますよ。コメントしない人間代表なんですけども、はい、というわけでですね、そういったコメントがあるということはですね、監督ラボ、ついにですね、日本を超え海外までっていうのは、まあまあ冗談なんですけども、でもね、一人二人日本言語じゃない国の方からですね、求められているということはですね、もうこれはね、動かなければなというわけでですね、視聴者がそこで増えるのであれば、バンバン対応させていただきたいと思います。はい、で、監督なんですが、今回このテロップをつけるにあたって情報ネットで調べてきました。最大のメリットはですね、字幕をつけることで日本以外の英語圏の方に動画を楽しんでいただけるということですね。これはもうメリットしかないですね。この字幕をつけることによって、聴覚障害を持っている方が字幕があることによって、その動画を楽しむこともできる。地下鉄の中で動画を見たいって方、まあ、イヤホンをつければいいんですけども、そういった環境でない方はですね、テロップをつけながら見る方もいますので、選択できるか、それとも選択ないのかということだけでもですね、結構変わるかと思いますので、今 YouTube 市場も国際化が進んでおりますので、世界市場を視野に入れたマーケティングも必要になるかと思います。視聴者を増やすだけではなく、有益な情報を届けたいというですね、監督ラボの理念に基づいて今回やるっきゃないでしょう。字幕はですね、大きく分けて2つあります。まず1つは手打ちで打つ字幕。全部手打ちで打つのはなかなかきついので、それは除外して自動翻訳というですね、機能がなんとこの YouTube に最初からついております。こちらですね、 Google 翻訳と連携して翻訳してくれます。 YouTube の AI による音声認識技術を使い、自動で音声を認識して文字起こししてくれる機能です。ただですね、あくまでも自動翻訳なので、正確さは保証がありません。例えば文法や語句がですね、間違っていることがあります。ただですね、設定しておくことで海外の視聴される方の手助けになるサポートというわけでですね、あとですね、もう一個字幕をつけることでメリットがありまして、 SEO 対策になる。まあ、簡単に言ってしまえば、 YouTube の Google 検索で上に来るそのランキングですね、もうみんなが目に留まるようにしてくれるというのが、まあ、SEO 対策です。その一つに、この字幕テキストですね、もう入ってきますので、視聴者はこのオンオフを切り替えれますので、つけてマイナスはならないかな。そういった意味では、もうぜひともですね、 YouTube で喋り系の方はですね、これマジでつけた方がいいと思います。これから早速ですね、監督ラボのチャンネルを見て、自動翻訳ですね、英語字幕をつけていきたいと思います。はい、というわけでですね、ではこちらが今現在の監督ラボです。チャンネル登録者125人となっております。はい、で今回ですね、このメッセージなんですけども、通知の中、これですね、この動画ですね、につけていきたいと思います。これですね。はい、でこの動画なんですけども、監督ですね、自主映画監督をやっておりまして、一旦ですね、休止しまして、その時にですね、見たこの思い思われフリフラレという映画がもうめちゃくちゃですね、良くてですね、もう肩の荷が下りたみたいな感じで、自主映画をですね、復帰するきっかけになった作品です。ぜひですね、まだこの動画見てない方はですね、もう見ていただきたいと思います。本当映画自体もすごくいいです。ではですね、早速こちらに英語字幕をつけていきたいと思います。まずはですね、左下の字幕を押します。はい、というわけでですね、お、言語を追加、押します。はい、そして見てください、この量。もうアイスランドからアイマラ語ってどこみたいなって感じで、こんなにいっぱいの言語がですね、対応されております。ではですね、あ、
あとですね、英語字幕ももちろんつけれるのですが、日本語字幕もつけれます。で、日本語字幕をですねつけることによって、日本人は普通に日本語話すんですけども、あえて全く喋ってるものと同じくテロップを出すことができます。監督ラボの動画もそうなんですけども、テロップがドーンって出たり、下にダーンって出たりね、画面でかくてボーンって出たりすると思うんですけども、まあそういったテロップは出せないのですが、まあこういう感じでパッとね出てくるね、まずは日本語のテロップからつけていきたいと思います。で、複製して編集ですね。はい、そしてはーんって何？こんなこと言った？本番行きははーん。まあ、こういう感じですね。ちょっと日本語ね、完璧じゃないけども、結構ずれてんな、これな。あ、でもなんか、少女漫画、ストロボエイチとか、アオハライドとかね、ダブルヒロインでダブル主人公。まあ、とりあえずこれで一旦公開しますか。もう一度、映画を撮ることに向き合わせてくれた映画でした。ほうほうほう。本番行きます。ここか。よーはーん。カメラ OK。 いや野鳥犬いた。早い監督の家族です。今回で、ちなみにですね、テロップなんですけども、マウス、パソコンで見てる方はこうやってですね、自分の好きな位置に移動することができます。はい、というわけでですね、じゃあさっきの続きからやっていきたいと思います。先ほど日本語追加したので、こちらも日本語ですね。こういった形で結構文字化けしちゃってるんですけども、出すことができます。時間があれば細かく修正したいんですけども、この一番上の日本語動画の言語っていうのが元のメインとなって、でこれが字幕で、さらに追加するには言語を追加押しまして、下から、あ、ここら辺だな。はい、英語ありました。字幕列にある追加、これですね、こちらを押します。そうすると、自動翻訳とありますので、こちらですね、はい、出てきましたね。ま、元がちょっとこれ壊れてんですけども、とりあえずね一応公開をします。はい、というわけで英語字幕もつくことになりました。あ、ちなみにですね、出したばかりの動画に関してはですね、字幕翻訳が追いついていない可能性がありますので、多少時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。こういった簡単にですね、3ステップぐらいで字幕翻訳ができますので、ただですね、先ほど見ました通り、文字化けとかね、まあ、監督がね、まあ、ちゃんと日本語をね、もううまく発音ができれば、ちゃんと認識してくれますので、うまくね、喋っていきたいと思います。はい、というわけでですね、ちょっとですね、今回のこの動画に関してはですね、字幕ですね、一旦ちょっと監督自身で打ち込んでみたいと思います。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。大体ですね、6時ぐらいから、字幕の打ち込みスタートしたんですが、なんやかんやでも3時間ぐらいかけて、やっとこの重い思われの字幕テロップつけました。いや、なにこれ。ですね、なんでこんなかかったかと言いますと、ここで打ち込んだものが、そのネット上の YouTube ライブラリの中で打ち込めるのに、時間範囲になんかかかるんですよ。例えば、あって押して、決定ボタンを押したら、反映されるのが5秒ぐらい経ってから反映されるんですよ。だから、ま、そんなのだからさ、本編再生して、場所の位置にマウスを持ってきて、ここにカチッとして、ありがとう、ありがとうって打ち込んで、決定ボタンを押して5秒待ってから反映されるんですよ。で、そこからまた11分8秒あるんですけども、それを打ったら3時間もかかりました。監督のネット回線が悪いのか、それともパソコンが低スペックなのかな、これはなかなかね。というわけでですね、監督ラボ、思い思われ不意不利振られに関してはもう全テロップ打ちましたけど、ちょっと今後これはきついです。もう自動テロップにします。ちょっとミスってるんですけども、申し訳ないです。そこまでかけてると自分がやりたい動画が出せなくなっちゃうんで、すいません。はい、というわけでですね、今後の監督ラボの動画では自動翻訳されたテロップを出していきたいと思います。この思いもあれはコメント欄に来てくれた方がいるので、頑張りました。3時間かけました。というわけでですね、今後喋るときはですね、もう日本語一音一音をはっきりとですね、口を大きく上げて喋って、字幕テロップにちゃんと反映されるような感じでやっていきたいと思いますので、今後も監督ラボよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。疲れた。字幕をつけることでメリットがありまして、はい、SEO 対策になる。はい、SEO 対策。
はい、SEO 対策、SEO 対策なんですけども、まあ、簡単に言ってしまえば、YouTube の見る側の方の、見る方、見る側の方になりますが、